夜になって昼間の暑さも幾分か和らいできたようです。しかしサポーターの声援はとどまることを知らず熱く燃えたぎっております。こんばんは、ジョン・カビラです。さあいよいよ今世紀最後、そして過去最高の参加国数を誇るインターナショナルカップが開幕いたします。国旗の色をあしらったユニフォームをまとった選手たちが入場します。カメルーン、まずカメルーン。スターティングメンバーを紹介します。オマンビエク、エンボマ、ジョグ、アンギブエ、ヌドウ、ウォムエ、オレムベ、ソムブ、ヌジェンカ、カラー、ソングオ。続いてノルウェースターティングメンバーを紹介します。グオダス、エッゲン、ヨンソン、ソウバッケン、ミュコラン、ヤコブスン、ハバウド、フオー、ヨセテイン、フオー、トーエ、アンドレ、フオー、ソルソキア、リジェッツ。以上が本日の両チームのスターティングイレブンです。キックオフの笛です。トーエ、アンドレ、フオー、ヌジェンカ、ここはスローイン。センタリング、シュート、ゴール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 。オマンビエク、ソルソキエ、ヨセテイン、フォー、コマ、アンギブエ、ジョグ、エッゲン、果敢にスライディング。さあどう攻めるのか。ドリブル、短いクロス、シュート、これはコーナーキック。2点リード。さあもう一度見てみましょう。オマンビエ、短くつないで、アンギブエ、ゴールキック、攻め上がれないのか。オレムベ、さあおなじみの低い弾道が炸裂か。ハバウド、フオ、ボールコントロール、細かくつないで、なんと引いてきて、リジェッツ。
ールキック。さあどう攻めるのか。ソムグ。ソルソピア。短くつないでパスを回す。ヨンソン。さあここからどう攻めるのか。ヤコブス。ロングのクロスボール。ヘディングでクリア。東へアンドレ・ウオー細かくつないでドリブル、ゴール前、シュート、ゴールキックです。さあどう攻めるのか。短くつないでリジェッツ、ソンブロー。ここで前半終了。前半両チームとも動きがいい。後半のさらなる盛り上がりを期待しましょう。